はい、今日もライブアフターやっていきたいと思います。ですね、結構報告したいことがありまして、まず自分のお金、金塊が10万超えました。貯めた。だけど次の荘園レベル12に行くときに、また飛んじゃうと思います。そしてこちらジャスティンクエストなんですけど、重度陥落ステップのみ実行可能と書いてあったんですけど、そして今現在、重度陥落最大レベルまで達したということで、迎えに行きたいと思うんですけど、その前にこちら、西方書研究台で、究極合成が選べれるようになりました。自分の熟練度が、制作が60になったので、もうすぐ残りの2つも60に行くね。なので、ようやくね、これが買えるようになりました。究極合成。これ見るとすごいね。一番上が KSG にバリアに A2、AWM、サブマシンガン。ねえ。ちょっと下がそのドローン関係だとか、あとは拡散機や、ちょっとした建築関係があるけど、どれ当ててもいいね。今377枚あるんで、まあ金塊1000使っちゃうけど、これ今からね、ジャスティンクエスト行く前にこれやりたいと思います。制作熟練度が60になったんでね、そのめでたいということで行きたいと思います。ゴー！何か出ろ！いや、いらんって。いや、マジいらんって、これ。もうマジいらんって、マジで。おはマジいらんって、本当に。マジいらんって、本当に。もうマジいらん。バリアが KSG ショットガンとか欲しいわ。マジいらんカーテンとか。いらん。はい、市役所到着。市長である、ジャスティンに会いに行きまーす。さあ、どんなクエストが発動することやら。あ、ヤクザまだいる。どっちがヤクザかわからねえぞ、これ。もうトンプソン持ってるよね、これ。ジャスティン、こんにちはって。こんな市長がいるかよ、普通。おかい。当たり前だろって。引き継ぎはどうなってる？市長とは思えない口先だよね。あの小娘まだ生きているならなんとかなるがな、つって。秋山満。新キャラクター秋山満。誰かこっちの潜り込んで彼女に銃を撃ったスパイだよ、この野郎、陰謀は、つって。この人が見つかったのか。この人は君とは関係ない。ヤクザまだいる。20、21、22。番号か、お前ら。これで終わり？このヤクザクエスト。ないよね、終わった。終わりました。